パート3では幹事長自民党幹事長として田中がいろんな選挙の差配そして国政の差配これをやるそういう地位についたしかもまだ年齢は若いそういうところまで話が及びました幹事長に就いたのが昭和40年1965年ですよね まだ佐藤内閣はこの後、えー、1972年までずっと続いていくと思いますが、田中は幹事長だけでなく、他にもいろんな大臣をやったんでしょうかそうですね、えー、っとねまずこの、えーまあ、大蔵大臣、幹事長っていう形で、まあそうですよね、40代でこの2つやれば、もう完全総裁候補みたいな感じの存在感にはなってくるんですけど、うん、まあ一方で、すねその黒い切り事件っていう、その。 まあなんていうんですか、そのまあまた怪しいお金のまあ動きですよね。黒い霧事件、<で> <laughs> はい。うん、<laughs> で、この時この黒い霧事件の、そのやっぱり疑惑の中で、どうも田中も怪しいお金をもらってるんじゃないかとかですね、うん、あとはその柏あの柏崎のあの刈羽原発ですよね、これの、うん、まあそのなんていうんですか、土地をまあその買い占めた。 で例えばその買い占めたあの会社が、実はその田中のまあ影響下にあるまあ企業で、でなんかそこから怪しいお金をもらってるんじゃないかとかですね、一応、そういうようなまあ噂が出ることによって、その黒い切り事件の、一応、責任を取るじゃないですけど、まあ、そういう疑惑もあったんで、えー、幹事長を福田竹雄に譲って、無役になるっていう。 さっきの蔵書の時にも後任は福田赳夫だったし、この幹事長の時にも後任は福田赳夫だったわけですね。まさに因縁の相手ですね。しかもこの時無役になった。はいうん、でところがですね、まあ、あ1968年に佐藤栄作がです、ねまあ、いわゆる自民党総裁選でまあ参戦するんですけど。はい でその参戦するときに、まあそのまあ、田中やっぱりその選挙強いですからね、もちろんこれ、佐藤が当然勝つってことにはなるんですけど、お金の用意だとか、まあ、その選挙の推進の本部とか、まあ、やっぱりそういうので活躍することで、自民党幹事長に再び復帰する、うん、あまた幹事長、すですね、うんはい、でこのあと71年の6月まで2年7ヶ月。 幹事長を務めると68年の12月から71年の6月まで幹事長を務めて、えっとまあ、この前、対談で小沢一郎の話をさせていただいたと思うんですけど、小沢一郎はこの間、68年12月から71年6月まで幹事長だった田中角栄のもと、69年の総選挙で、えー、初当選するっていう一応文脈になります、ね。うん、69年のの小沢の初当選 というのは前回聞きましたけど、その時幹事長だったのが田中角栄さんだった。これを、はい、覚えておきたいと思いますで。ちなみにこの69年の初当選組はですね、うん、まあ後の田中派のやっぱり中核になる人物たちですね、うん、例えば小沢一郎もそうですけど、うん、畑務、梶山清六、はい、渡辺幸三、渡貫民助とかですね、うん、まあここら辺がもうみんな初当選。で、この69年ってことはあの、ちょうどあの、 社会的に言えば東大落城みたいなあのことが起きたとして、わ、はいね、割と全教闘のなんか嵐が吹き荒れていたそういう時代、でも一方で自民党が割と安定していた時期でもあるんですよね。そうですね、まあ、いわゆるいざなぎ景気という高,、うん、高度経済成長期で一番、まあ、なんていうんですかね、景気がいい時期ですから。まあ 基本よっぽど変なことをしない限りは、自民党政権がまあ倒れることはまあ考えにくい、で、まあ、佐藤としてはその沖縄の問題ですよね、沖縄返還とえー70年安保をどう,こう延長させるのかっていうまあ話にまあ注力してるっていう、まあ、そういうよういよな感じですね、うん、であの71年まで幹事長だったということは、その71年には幹事長を田中さん、辞めてるわけですね。 はい、えー、と70年の10月に自民党総裁選で佐藤栄作がですね4選、いわゆる、はい、まあ4回目の自民党総裁、これ2年の任期なんですけど、うん、でそうすると72年に今度、自民党総裁選ってことになるわけですよね。よねはい、で、まあ、田中としてはこの佐藤の後を当然狙ううんで、一方で佐藤は、まあ、これ、佐藤の意向としては、自分の次は福田武夫っていう意向なんですね、はい、でこれはあの岸信介の強い意向なんですよ。あはい 佐藤の兄である、まあ、その岸信介が、まあ、その派閥を譲った相手が福田武雄なので、はい、まあ福田武雄にできれば政権を禅上したいという中で、まあ、要は、自民党幹事長、これ、71年のまあ6月の参議院選挙でちょっと議席が減ったからっていうのを理由に、めるんですけど、うん、あ田中さんは、はいうん。これは理由なだけでですね、うん、まあちょっと佐藤と距離を取りたい。 っていう、うん、ここだから佐藤が岸あの、まあ、福田を押すもんだから、うん、まあちょっとやっぱりその佐藤内閣に入ってると身動き取れなくなってしまうっていうのもあるんで。佐藤の言うことを聞かなきゃいけなくなっちゃうんですね。で、距離を取りたいんで、まあ、その幹事長を辞めるという。うん、で福田もあ佐藤もなん いろんな駆け引きが行われる中で、えー、佐藤はです、ね、その田中を官房長官として内閣の一番あのど真ん中に置いておいて、まあ、要は佐藤の目が届くところに置いておきたい。はい ところが田中ははそれは嫌官房長官は基本断って、それ以外のポストだったら受けますよみたいな形でその返事をするわけですね。まさか公然とね、はい、佐藤に逆らうわけにもいきませんから。うんうん、で、結局彼がなったのが、通商産業大臣田中通産大臣というのはこの時のことですね。この通産大臣になったとっいうのは、これ、どう,いう意味があるかというと、佐藤はですね、 渦、えー、中の栗をひおわせるっていう意味があって、うん、この当時、日米の繊維,繊維産業がです、ね、こう貿易摩擦で揉めてて、まあ、いわゆるその、ねあのー、沖縄の問題と絡めてね、ね、あのー、糸で沖縄を買うとかよく言われた話がありますけど、はい、でその問題がくすぶってるんで、うん、要はこれがまあ当然、アメリカとの交渉になるから、面倒くさいわけですよね。 要するに、糸で,で沖縄を買うというのは、日米戦意交渉において、日本がアメリカに妥協する代わりに、はいあの、沖縄を返還してくれないかという、そういうことですね近年、この考え方は実は否定されていて、沖縄返還とこの戦意の問題っていうのは、直接は実は結びついてないっていうのがまあ最近の研究なんですけど、はい、この当時の人々はやっぱそういうふうに思ってるんですよ。 とりあえず、佐藤政権としては、これは面倒くさいなっていう、その沖縄の問題にも悪影響が出るかもしれないし、うん、で、その要は、これ、例えばアメリカに譲歩すると、当然、これ、日本の繊維業界が文句をぶつくさ言ってくるから、これ、政権にも打撃になる可能性があるんで、じゃあ、その面倒くさい舵取りをとりあえず田中に押し付けるかと。で、これで田中が失敗して評判を落とせば、福田武夫が自民党総裁になるっていうのが、 まあ佐藤の読みなわけですよで意地悪なことを考えてるわけですね、佐藤としてはそうそうでで。田中としてもその辺、佐藤はそういうことを考えて自分をその通産大臣にしたって100も承知なわけですね。はい、そうです、100も承知です。うんうん、なので、結局、アメリカに妥協するんですけど、うん、妥協する代わりに繊維業界に1270億円の追加救済措置を行うという。はいうん、だつまり、アメリカにもいい顔をする代わりに繊維業界にはばらまきをするっていう。うんうん、で こんなばらまき先生簡単できるんですかっていうまあ当然話になると思うんですけど、うんはい、これはですね田中がやっぱ大蔵大臣時代に結局大蔵官僚とやっぱうまく関係をこう築いてるわけですよだ,だからそのさっきあの郵政大臣の時に言いましたけど、うん、いや君たちは優秀だとねしかも大蔵官僚なんだからもう日本の官僚の中で一番優秀だよみたいなこと言ってでその思いっきり仕事やってくれみたいなでしかもまあこれ有名な話ですよねその 大蔵官僚の奥さんの誕生日には必ず花束とお金が届いて、で、今日は君、家に早く帰らないとだめだよ、みたいな感じで、こう、なんていうんですか、あのうまく、こう、ね、やっぱりっ感激しますよ、官僚としては。うん、そりゃそうっすよね。うん、で、課長,い課長以上については全部覚えてたって言うんでしょう。うん、だから、やっぱここら辺はさ、才能っすよね、もうね、うん、こうなるとね。うん、だかからなんかあの 名前もし忘れたときにも、えっと、上の名前、上の名字聞いて、で、田中ですって言ったら、違う違う、下の名前だよ、みたいな。田中は知ってるっていう感じで、あの上の名前はちゃんと。いて一平君か、みたいな感じで、そう。結局、だから、この時に、そういう関係を大蔵大臣の時に気づいてたんで、何んですか。 いやちょっと今回、この繊維の問題で今、俺困ってるんだよとかって、田中角栄が言うと、官僚たちも、うん、あじゃあ、角栄さんのためなら一肌脱ぎましょうみたいな形で、まあ、当時、水田幹夫っていう大蔵大臣なんですけど、その下にいるも官僚が、だから田中のために一肌脱いでやろうみたいな感じになるんで、うん、結局こういう追加の経済対策っていうのが可能になると、まあ、いうことなんですね。 1270億円っていうと、なんか今の感覚で大差はないように見えるけど、1970年代だから、ちょうど今と貨幣価値がもう10倍ぐらいはこの頃と変わってるでしょうから、今で言うと1兆円程度の追加、うん、試験みたいな、しかも<う>た,ただ一つの業界だけにとったら、かなりなお金な,なってくるはずですよね。うん、そうでだからこれが、これ自民党政権の、まあ、いわゆるばらめき予算っていう、まあ、これ、悪しき観光ですよね、やっぱりこれはね。うん、だから田中っていうのはやっぱりこういうことを平気でやる人なんで、でしかもやっぱりその、 無自覚にやってる部分が田中ってやっぱこれはあるんで、うん、これをだから、なんていうんですか、見習う人たちが結局、自分たちに都合のいいようにばらまきやったりするっていうところで、まあ、なんていうんですかね、まあ、今に至るその自民党政権のまたクーポンかよみたいな話ともまあ関わってくるっていう、うん、そうすると、この佐藤栄作から与えられた課題を、田中はそれなりに戦意交渉というのをやりきって、 ということは、あのこの後の1972年、もうえっと佐藤の誤戦はないわけですから、うん、その時にあにいよいよ、核武戦争始まるんですよねそうですね、でそのまあ、当然、戦争が始まることを見据えて、田中派を作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。で、この田中派の、まあてんですか、その政治資金ですよね、うん、に関しては、71年10月に自分の、えー、ファミリー企業から、 はいえー、東京電力に、えー、柏崎刈羽原発の用地を売却して、3億9千万円の利益を得るっていう、すごいですね。うん、だから、こういうことやってて、それは。どの方法があったかと。そうで、それで、えー、そのお金を要は自宅に運ばせてみたいな、<laughs> まあだからこれ、多分やばいお金だと思うんですよ、自宅に運ばせてますから、これ、闇金だと思うんですけど。うん だからはい、これ事務所に運ばせてないんでいい、うん、銀行に置いとけないから、現流であの運んだんでしょうね、トラックかなんかで。で、これを要は自民党総裁選および、要は田中派を作るための、まあ、費用に充ててっていう形になります。うん だからさっき言って今の3億円じゃないので、この時の3億円というのは、相当な額が選挙資金として田中のもとにあったってことですね。だから尋常じゃない額を手に入れて、72年の5月に、いわゆる田中派ですね、これはまあ佐藤栄作の派閥をの議員たちを中心に、えー、約、えー、80名ですかで、これで田中派を作ると。うん その佐藤派の人たちの中で、その、えっ、ー、と、福田派に行った人ももちろんいるわけですよね。ありますね。あの、堀さんなんかが代表的なのですよね。佐藤が福田をしてるわけですから。うん、そう,そうだけど、佐藤が福田をしてるにもかかわらず、いや、角栄さんだというふうに角栄に意感じて、あの、もう佐藤に、えっと 見切りつけたものそうですね。だからこれ、派閥っていうのは当然、首相を出してで、その首相を出すことで、自分たちがまあ大臣とか党の、ねうん、まあ重要な役職に就きたいっていう、そのための集団ですから、うん、まあ佐藤がもう先が見えてるわけですよね。はいはい、で、まあ、そうなってくると、まあ、じゃあ田中につくか、佐藤あ、福田につくかっていうことになるんですけど、うん、まあやっぱりその田中、 はまあ、お金をやっぱ持っっっててるいうところですよねでやっぱりその選挙の応援なんかもしてくれるっていうところで、まあ、72年の,その、うん、5月にできた田中派っていうのは、かなりの数がいるという。で総裁選っていうのは、えっと、72年のいつでしたっけ。 72年のもうこの年の夏,だ夏というか、7月ですね。はい、7月ですよね。だから7月を前にして5月に田中派結成したと。うん、そうです。うん であので暑い夏だったわけですね、この時は。そう,そうです、そう<の>です、しかもこの自民党総裁選に立候補するにあたって、彼がですね、うん、まあ公述筆記でまとめたのが有名な日本列島改造論あ。ここで続いいきますか、はい、まつまりこれは事実上の田中内閣の、まあ、なんていうんですかね、そのどういう政治をやっていくかっていう政治構想を明らかにしたものですね。はい でこの次期首相を狙うものが、この政治構想を明らかにして本にまとめる、それが口述筆記であれ、なんであれ、これは良いことですよ、ね、そうです、しかもこれはですねあの結局、その田中と親しい官僚たちをその呼んで、うん、田中っていうのは基本的に政策は官僚と一緒に作るんで、うんうん、でその官僚にこう書かせてまとめたものをですね、でそれをある程度、本にまとめていって出したっていう形になるんですけど、うん。ただー頭向けなものではないわけですね、そうそうそうです,そうです。 でただし、まあ、やっぱりこれ今、中見てみると、うん、稚内から鹿児島まで全部新幹線で結ぶんだみたいなこと書いてあるんで、うん、まあ現代の日本からすると、うん、稚内に新幹線通してどうするのみたいな感じでは当然、まあ、あの僕は別に稚内に恨みはないですけど、あのやっぱりそういうふうにはなるじゃないですか。<あ>だからその部分が田中角栄のすごいやっぱ勢いがあるなっていうところなんですけど。うんうん、日本にいるとやっぱりあの ずっとあの新幹線はまあ大阪、博多って思い込んでいたのが、今もう鹿児島中央まで大阪からきゅーっとあと行くことになって、そういう意味で言えば、なんていうか、この時の田中さんがまあ分かんないはどうか分かんないけど、鹿児島までっていうのは、なんか実現してるなっていう気が今、聞いてしましたあというか、基本的にこの現在、竣行してる新幹線に関しては、この結婚日本列島改造論のもうところで全部網羅されて。 なるほどこの前、西九州新幹線でしたっけ、あの長崎と武雄温泉の間が結ばれましたけど、これも、ちなみに日本列島改造路の中には入ってます、高層リソースの中には。あそ,のそれからその、うん、今ん、ね、東北新幹線なんかも入ってますし、はいはい、北陸新幹線なんかもやっぱり、富山とかの方を通って、金沢の方通って、まあ、これ、多分ん米原経由だと思うんですけど、入ってますんで。え、米原経由ってどういうことですか あの北陸からずっと福井の方を通ってきて、米原,原に出てから京都に行くっていうことです、ね。今ここをなんかルートで揉めてるって話じゃないですか。なるほど。じゃあ、米原で、ということは米原がもっと発展した可能性がありますよね。まあそういうことになりますよね。まあもう全くさびれたあの新幹線しかない、駅しかない、なんかそういうとこになっちゃってるんですが。うあとはこの日本列島改造論で特筆すべきなところは、そのまあ、要は、 過密と過疎の弊害を解消しなきゃいけないと、うんえー、国土の面積のわずか1%に過ぎない東京に日本人口の,、まあ、その32%が集中しているのは明らかにおかしいと、うん、まあいうことで,、うん、で、これをやっぱり直していかなきゃいけないと言って、うん、具体的にです、ね、これ、岡山県の津山とか、うん 秋田県の横手とかですね、はい、山形の佐田とか、はい、新潟の長岡って、具体的に地名を上げて、新しい25万都市を作っていくんだみたいな。今、そんなこと、なかなか言い出せないですよね、もうい。いや、でね、これ,これが結局、この具体的な名前を挙げたのが、うんうん、確かにリアリティはあるんだけど、これが逆効果で、あ逆効果やっぱり、うん、あのち地価が上がるんですよ。 だから長岡発展するぞ、まあ、田中家計のお膝元だしなみたいな感じで、うん、そしたらまあ可能性としてあ、じゃあ今の安いうちに土地買い占めとこうってなるんで、でこれがいわゆる狂乱物価ってこのあと呼ばれる、まあ、田中家計の首を盛大に締めることになる、まあ、その物価高騰の一つ背景になっていきます。うんはい あ、ってことはその、なんか今じゃ無理だろうなっていうのは当たり前で、当時もこれはあんまりいい話ではなかったってことですね。というか、まあ、うん、結局だから、そういうふうに、まあ、言い方よくないですけど、そういう話が出てきたら金儲けの匂いがするぞっていうふうに思う人たちはたくさんいるんで、だからまあその中で、まあ、田中のなんていうんですかその、なんていうんですか、彼は基本、要は格差をなくしたいっていう、まあ、これはやっぱりね、大事なことだと思うんですけど、それがなんていうんですか、こう別のいろんな、まあ、悪影響みたいな感じで出てきたっていうふうに考えてもらうといいんじゃないでしょうか。 おそらく横手や津山や朝田やっていう他の名前も、それなりにものすごく根拠が出した、そういう地名なんだろうけど、名前が出た途端、そこの土地だけが上がっていくという、また一人歩きちゃうわけですね。そうですね、そうです、そ,そ,うですそうです。うん、はい。で、あの、この時き、核戦争と呼ばれたその自民党総裁選に、田中はやっぱ勝つんですよね。そうですね。えっ、ー、と、うん、まず、田中の作戦としてはですね、えっ、ー、と、 大平正義ですね、はい、でこれがまあ,あ,のある程度関係が良好なんで、この大平とまああの連携を組むってことですね、まあ、大閣連合とかってよく言われたりするんですけど、でそれから、えー、と三木武雄ですね、はいでえー、これともまあその反福田ってことで連携を組むと。うん で、えー、と中曽根康弘に関しては、まあ、この当時、派閥の多さではあったんだけど、まあ、まだ若い、田中よりも若いですし、結局、その派閥の数もそんなに多くないんで、まあ、要は立候補させない、その代わりにお前にか、うんあの、要はポストやるよみたいな形で、これ、田中が交渉して、水面下で交渉して、で1回目の総裁選、まあ、要は立候補、投票で156票取って、福田がまあ150票なんで、まあ、かなり僅差ではあるんですけど、第1位。 ただし、これ、過半数取ってないので、田中と福田で決選投票という形になって、はい、まあ田中が、要は大平とかの票を積みますから28、282票。で、福田が190票で、田中が勝ちという形になります。いと自民党総裁選のあのやり方は、もうこの時もうそうだったってことですね。そうですね。要する上位2名の過半数がなかったら、決選投票行くっていう、この話は。そうです、そうで、ん、す。 しかも自民党総裁選っていうのは、別に公職選挙法関係ありませんから、もうお金が飛び交ったっていう、それはそうなんですね。そうですね、はい、めっちゃ飛び交う、ね。日韓サントリー、ね、オールドパー、ね、オール、ね、日韓の場合は、候補2人からもらう、サントリーの場合は3人の候補からもらう、で、オールドパーの場合は、オールですから、全員からもらうっていう、今回、候補者が4人いますから、4人からもらったやつもいるんでしょうね。 で、あの、でも、最終的に蓋開けてみたら、二百八十二人と、二百八十二票で百九十だから。かなりの差はつけてますね、やはり。そうですね。うん、はい。うん。で、で 田中角栄があの自民党総裁に指名されて、あの、漫才の中で立ち上がってお辞儀するっていう、あの映像は有名ですよね。はい、そうですね。はい。まあ、田中はあの右手を突き上げるポーズっていうのがあの、うん、結構有名ですけどね。頭下げた後に右手を突き上げて。まあ、ちなみにその前にあの佐藤と、あの元、元気のない佐藤と、あの、士が座ってるっていう、あのかなり、あの、<laughs> はい、まあね、勝敗分かれたなっていう、まあ、有名な写真が残っています。はい。 これが1972年の,あの夏のことですよね。そうですね、7月ですね。はい。そしていよいよ、ここから第1、第一次というかの、まあ,あ、内閣改造あったものの、田中内閣が始まりますね。うんはい、はい。では、先生、それをパート5でお願いいたします。はい。